はいどうも、藤沢商業高校部活 TV です。今回は公式テニス部に潜入取材をしました。現在の部員は全員が初心者という私立高校では珍しい部活です。入学して4ヶ月の彼らがどんな練習をしているのか取材してみました。それでは行ってみましょう。部活はどうですか？楽しいです。中学校時代は何部ですか？卓球部です。なんで卓球部に入らなかったの？いや、テニスの方がいいからです。動け。その場で空調にあるんじゃなくて、ボールとの距離を合わせて、中学校時代は何部？陸上部です。まず上部なんで高校に入って硬式を始めたので、これやって、お母さんがテニスやってて、それでまあ一緒にやりたかったのが大きい。で、これ終わってから練習始めてるの？高校のテニス部は厳しいですか？3ヶ月同じことやってるの？きつい部分もあります。はい、3、はい、楽しいですか？はい、一番ゲームしてる時とかが一番楽しいです。はい、余裕。何でも棒立ちなんだよ。ノーバンで全部取れ、トスト出してる方もノーバンドで。相手がどういう打ち方をしてるかで、ちゃんと自分のところへ来るか、詰まって短いかってどっちか分かるべ、見てりゃ。はい、すいません。足さえ広げりゃいいわけじゃねえの。かかしじゃねえんだから、足広げるってことは膝も曲がるの。そういう体勢作るのがスタンスが狭いってやつはこうなるんだよ、自然と。スポーツできないやつはスタンスが狭いってやつ、ただこれ広げるだけ。これはスポーツできないやつ、やっちゃいけないやつ。スポーツできるやつは勝手にこうなるんだよ。そうだ、はい、これがテニスのプレー。はい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 、後ろじゃない、前。そうそこ、はい、いいよ、はい、いいよ、はい、いいよ、はい、遅れた、はい、えうまいうまいうまい、はいはい、ワンマンでしょうがない、ワンマン、はい、いいよ、ワンマンしょうがない、はい、ワンマンしょうがない、でもこれ、ああ、これ、うまい、おいし、
中学校時代何部？水泳です。なんでテニス始めたの？俺の友達が水泳をやって、テニスをやってて、それをきっかけに自分もやってみようと思って今やってます。はい、どうぞ。高校のテニスは楽しいですか？楽しいです。はい、1位、はい、1位、はい、はい、センターへ、センターへ、はい、ストレート、やばい、ストレート、はい、センターへ、センターへ、はい、ストレート、ストレート、はい、センターへ、センターへ、交代、はい、お願いします。ストレート、ストレート、しっかり振れ、センターへ、センターへ、下、前に振れ、前に、ストレート、ストレート、上に振ってる、上に振ってる、ストレート、ラスト、センターへ、センターへ、もっともっとしっかり振っていい、しっかり振れ、入れろ、しっかり振れ、はい、ストレート、ストレート、センターへ、センターへ、いくよ、はい、いくよ、はい、1、1、はい、2、頑張れ、バックスにして、いいよ、それ。